アクアってなんか割と海外メーカーって思ってる人が割と多くて、でも何ですかね、根っこの部分かはいわゆる三洋電機というか、お店の店頭での価格が安いから、品質が低いんだろうと思われるのは大きな間違いで、実は我々のアクアの商品って、品質基準がすごい高いレベルを実は作ってるっていうのが、やっぱ寒い寒いね。じゃあ今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。どうも。ありがとうございます。高橋さん、今日どうよ。見てみて。今日ね、いやなんか今までいろいろと、耐久試験の現場とかちょっと見せてもらいましたけど、あれはほんの一部であって、他にも実は見れていない試験の機会がいくつかありましたけども、あれはやっぱそれぞれやってるっていうことなんですよね。そうですね、今回ちょっと一部だけご覧いただきましたけど、もちろん、ここ以外にも我々ちょっと他の拠点もたくさん実はありまして、R&D って結構何拠点もアメリカにもあったりとか、ニュージーランドとか、ヨーロッパにもあるんですけども、それぞれがおのおのさまざまな試験があったりとかもしますし、結構ここ以外のところでもさまざまな試験をしてますんで、ほんの一部ここでご覧いただいたっていう形ですね。じゃあ世界規模でいろんな技術者がいろんな技術を発明して、それがこうみんなで共有し合いながら、各社で各国で設計していくっていう感じ。そうですね、で我々当然日本はアクアっていうブランドが、メインであったりするんですけども、中国であったらハイアルっていうブランドと、カサルテっていうブランド、あとリーダーっていうブランドもあったりするんですね。でその他にもアメリカだったら GE とか、オーストラリアとかニュージーランドだったらフィッシュ&パイケンっていうブランドがありまして、ヨーロッパやったらまたその別のキャンディーっていうところ、フーバーとかあるんですけども、そういったいろんな各国々でちょっと違うブランドでやったりするんですけども、それぞれがそれぞれの特徴を持ちつつ、コア技術は共有するとか、そういったやり方をしてますね。この商品は日本向け商品ですよね。これは日本向けになるんですけども、実はこの商品日本だけじゃなくって、中国でも売ってますし、あとグローバルでも展開の予定もありますし、我々のやっぱ強みはやっぱり調達力なんですよ。一つは、やっぱり圧倒的に生産数が多いんですね。日本市場で大体400万台か450万台なんです、全メーカーはして、全商品2層線もはして、大体4倍から5倍作ってるんです、1メーカーで。あ、そんなに。そうなんです。なるほど。なので要は世界規模で全部調達をするわけなんですよ。だからなのでそういったもので共通部品っていうのも多いんですけども、共通部品単なる海外も使うだけじゃなくて、その日本の仕様にだけじゃなくって、その一つ部品でいろんな国が使える仕様になってるわけですよ。ということは日本だけの品質じゃなくて、他の EU であったりとか、アメリカの機械であったりとか、踏まえていろんなところを使えるっていう部品を使ったりしますので、そういった意味で、1個の単価は高くても、数が多いんで安くなるっていう、なので1個の部品はすごい高いんですよ。なのでこの商品を過去、当時の三洋電機のものを作ろうと思ったらとんでもない値段に、なんか作れないぐらいの売れないぐらいの値段になっちゃうんですけど、それをやっぱりそういったグローバル調達力をすることによって、抑えた価格でいいものを作れるっていうのが結構我々の強みでございます。だからやっぱ今回のこの企画の、ちょっとぜひ皆さんに知ってもらいたいところって実はそこで、お店の店頭での価格が安いから、品質が低いんだろうと思われるのは大きな間違いで、実はそういうグローバルな部品調達などの背景があって、クオリティは高いんだけども値段を抑えられているんだよっていうところを理解してもらいたいなって。そうですね、あとやっぱね、物自体のこのコンパクトさがね、やっぱり、これなら置けるっていう人が相当多いんじゃないかと私は思うんですけど、今回この商品非常に多かったですね。やっぱり今までドラム式は大きくて置けなかったっていうお客様が、これならやっぱり置けるっていうサイズで、初めてドラムを買われる方とか非常に多かったですね。だから今回我々まっすぐドラムっていうので、結構仕上がりがいいっていうところをメインで訴求っていうか打ち出してるんですけど、そこよりもサイズ感の方が先に目立っちゃってるんですけども、初めてドラムを使う方って縦型に比べてよく洗浄力が弱いっていうのが言われるんですけど、
でこの商品って縦型並みの洗浄力がしっかりあるんですよ。なので縦型から買われても全然遜色ない、うん、それやっぱりそのまっすぐだからその洗浄力にこう遜色ないというかそのムラが少なくなってくるのもありますし、ドラムもやっぱ大きいのを使ってるので、うん、斜めだとあこう溜まるってことですよね。で絡みやすくなってって、はい、まあ、たくさん入れると絡んでくるし、うん、要は洗いムラっていうのはどうしても起こっちゃうんですね、はいはいはい、だからいろいろバックフルを変えいろんなちょっと工夫をしたりするんですけど、うんうん、何もしなくてもパラ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 洗えるっていうところ、うん、なので多分その今までドラム紙を使ってたお客様が買い替えていただいても、うん、多分まっすぐドラムを使っていただくともう全然違うので、あ、なるほどっていうかね、なんでまっすぐにじゃないのかっていう、こうなんでですかね。で結構日本だけなんですよ、波ドラムって作ってるので。なるほど、はい、あそうなんですね。洗濯機の本質の部分ではやっぱり水平まっすぐにしてる方がやっぱりいいんですよね、うんうん、やっぱさっきの絡みだったりとか、うん、洗いムラとかやっぱドラムの特徴をやっぱ全て 100% 活かせるので、はい、うん、やっぱとサイズ感も小さくできる、うん、なるほど。どうしても本体が大きくなっちゃうんですよ、うん、前にも出るし上にも出るっていうのが、うん、対角線分取らなくちゃいけないですもんね。そうなんですよ、うん、やっぱりその本質的なのを考えるとやっぱりまっすぐ、やっぱり業務用もまっすぐも使ってますし、うん、その僕は立ち戻って洗浄性能だったりとか乾燥の仕上がり感、はい、っていうところまでやっぱりまっすぐがいいよねっていうところ、うん、とプラスやっぱりコンパクト性ができる、うんうん、でもまっすぐに、うん、まあ、変えた。逆にまあ今各社がまあ斜めにいっているのもあるんで、まあ差別化できるっていうところも当然あるので。そうか、でもなこんぐらいだと団地で置けるよね本当に。いや本当に置けないんですよ団地は。なかなかね日本の住環境はね、うん、やっぱ難しいですよ ね、 そうね。今までかなり諦めた人はいたかなと思いますけども、うん、今回のこのサイズでしたらね入る家屋もね増えてきてると。うん、例えばエアウォッシュは基本除菌とか消臭っていうのが基本の使い方になるんですけども、うん、で今回我々の商品ってこうシワ伸ばしとかふっくら仕上げるっていうところを実はプラスしてるんですね、うん、スチーム的な機能がついてるんで、うん、なのであのアイロンシャツのアイロンがけ前とかに使っていただくと、うん、シワが伸びるんですよ。へなので結構お母さんとかってアイロンがけ嫌な方って多いじゃないですか、うん、はいはいはい、それとも例えばアイロンがけの前に、うん、エアウォッシュでワイシャツとかシャツとかシワシワなものを入れていただいて30分ぐらい回していってくれると結構シワがほぼ伸びているの でそれだけシャッシャッとやっていただくとパリッと仕上がるとか、でもこれは便利な使い方なんじゃないですかね。なんかそういうやっぱ家事の手間暇、最近話題のなんかその名前のない家事みたいなのがやっぱ多いっていうのがね言われてるじゃないですか。なんかそういうのにちゃんと着目してるところはなんか面白いなと思いますけど、ね、とにかくやっぱり、まあ、新型ウイルスがねいろいろこうあの意識を変えたのでね、こう選択についてあのまあいいかっていうふうになんなくなってきてるね。そのもう一回来たら必ず洗うとかいうふうになってきてるんで、そういうタイミングでもう一回放り込めば全部あの乾燥までやってくれるっていう部分、それから当たり前ですけどね、あのこの寸法だったらまあうちにも置けるっていうふうに、うん、あの気持ちがね、うん、あの慣れるっていうのはすごく大きな背中、最後のこうポンと購入の背中を押す大きな要素じゃないかな。まあ清潔に対する意識ってやっぱ相当変わっちゃったんですよね。でもこれはもう元に戻らないんですよ、うんうん、より上を目指していくだろう時代になっていくわけで、まあそういう中でねやっぱそういう流れに敏感なユーザーにとっては割と早急する商品ではないかなと思いますけどね。置けるドラムって結構いいツボだと思いますね。そっち あのプレッテっていうのはね、私はねその これがやっぱり気になるんですけどね。 はいはい、あれはもともとクリーニング屋さんのでやってたやり方なんでしたっけ。もありますし、もともとはそれこそ先ほどのアイデア会議みたいなところでいいんじゃないかみたいな話があって、でクリーニング業界の方もいろいろお話を聞きに行ったんです、はいはいはい、まあ、昔の結構クリーニング屋さんと昔からつながってる方もたくさんいるので、はいはい、業務メンバーで、そこのそれこそシミ抜き名人のとかシミ抜きの方とかに聞きに行って、うん、そんなことやってるんですか。はい、超音波っていうことはその、汚れを、叩くっ
汚れを浮かすんですよね。超音波使うと押しすぎると意味がないんですよね。要はうっすら軽くやることによって振動なんで、はいはい、振動伝わって汚れが落ちるっていう。なのでその押さえすぎず、うん、柔らかすぎずっていう実は微妙な塩梅がすごい難しいんですよ、うん、へなのでそういったプロのものはそれを、まあ、職人さんがやるのですごい綺麗になる、うんうん、でも素人がやっても綺麗にならないんですよ。全然落ちない。それを簡単にできないかっていうところで、うん、この商品はそれを、まあ、何もなくただ横にやるだけで大体まあ軽く落とせるよっていうふうな、まあ、機能をつけて。用途はやっぱり襟ですか。初めは襟袖で、襟袖、はい、しましたね。襟袖汚れっていうところをメインにして、まあ、開発を進めたんですけど、うんうんうん、まあ、それ以外にもやっぱりさまざまなものがやっぱり食べこぼし汚れだったりとか、うん、それも対応できるので、うん、そこも踏まえて、まあ、あの予洗いをされてる方って実は多かったんですよね。あ、はははなるほど。で、なので、まあ、そういった予洗いを結構大変だっていうところと、うんうん、ブラシでこする方も多くて、うんうん、あ、そうですね。そうすると1年とか2年でもうモケモケに、うん、モケモケって言いますかね、こうかすれてきて毛羽だったりとか破れたりとか、そういう方がやっぱり多いっていうので持たなくなってくるとか、あとは何もしなかったらこう黄ばんでくるとかいうところがあったので、それをまあ簡単にできる。もう一つは結構そういった作業ってお母さんがやってるんですよね。お父ちゃんのやつはお母さんがやってるんですよね。でもこれあることによってお父さんがもうやって入れてって言えばお母さんの仕事も減るよねっていうふうな、まあ、そういった考えで、はい、まあ、むしろ自分でやりたいぐらいな感じですね、はい、で結構子供にやらすと楽しいんですよ、うん、楽しいですね。だから汚れ物とかも今まではお母さんゴシゴシやってたのを家族が洗濯前になんか開けてもらってずっとすればお母さんの手間も減るし、汚れ物を切らすみたいなところもできるんじゃないかっていうところも、そうです。なんかまあそういうゴシゴシやる労働がなんかエンターテインメントに変わったというか、なんかやることが楽しくなってくるっていうのはまあいいことですよね。そうですよね。なんかちょっとしたことなんですけども、まあ、そういったことを踏まえつつ、やっぱり汚れもきれいに落ちて、やっぱ長持ちするっていうところも、このガラストップも特徴的ですよね。そうね、うん、そうですね。これもちょっと我々の特徴の一つなんですけども、まあ、結構各社さんガラストップされたりしてるんですけども、やっぱりもともとガラスを使うっていうのがやっぱりなかったんですよね。ガラスは危ないとか割れるとかそんなことが多くて、でも結構まあグローバルで見てみるとガラスを使ってる商品がたくさんあるんですよ。あの冷蔵庫なんかもガラスであったりとか、もう見るからに割れそうで危ないと思うんですけど、全然すごいもうなんていうかな、強度が高いガラスを使ってるんで、そういったものがたくさん使って、はいはい、まあ、そういった技術も、うん、まあ、我々持ってたので、うんうん、それを洗濯機でも活用できないかっていうところで、うんうんうん、あえて透明にすることによって、うんうん、でもそれを樹脂ですると、チープ感が出るんですよ、すごい。はいはいはい、安いっぽい感じがなるんですけど、うんうん、でもそれをガラスにすることによって、しっかり高級感を保ちつつ、中が見えて、でしかも動いてる姿が見えるっていうところで、安心感も出るっていう、まあ、そういった効果も。ね、動いてるのね、見たいんですよね、やっぱりね。そうです、両方ともあれですね、あのこう特徴があって面白いです ね、 そうですね、結構特徴のある商品で、ただまあ結構特徴だけに目が行きがちなんですけど、やっぱり中身はちゃんと洗浄は洗浄しっかりしてて、はじめこの商品3年目なんですけど作った時は、やっぱりこのラクラクソニックっていう機能だけをすごい作って、これついてるっていうことはしっかり洗えないんですかみたいなとか、あ、なるほど、なるほど、いやちゃんと洗いますよ、当然そういった上重ねてるんですけど、はい、やっぱりその訴求方法が難しくって、やっぱり新しい機能を訴求したいんだけど、そうすると本当にちゃんとコアのとこをしっかりできてるっていうところがやっぱり認知されなかったりとか、ちょっとそういった誤解とかありましたけどもね、なんかアクアってすごいチャレンジングな企業だなっていうのと、やっぱアイデアが結構いっぱいあるなっていうところが今回取材して、なんか改めて思いましたね。我々もともと三洋電機っていうところでみんないたのが多いんですけども、やっぱり当時の三洋電機も結構似てるところがあって、やっぱりその面白いものとかユニークなものを作ろうとか、誰もやらないことをやらなくちゃダメだとか、マイナーチェンジダメだとか、そういった結構文化で育ってもらったりとかしてて、で逆にそれはやっぱり強みなんで残したいねっていうところもあって、我々結構こっちの流行りの方に転籍をしてるメンバーも多いんです。なるほど。アクアってなんか割とあの海外メーカー
って思ってる人が割と多くて、うん、まあメーカーとしてはね、あの、まあ、資本は海外資本、ね、考えてみるとそうなんですけど、はい、でも何ですかね、根っこの部分いうかはいわゆる三洋電機というか、そうですね、我々2012年からアクアっていうブランドで立ち上げてるんですけれども、実はアクアってそのオーセッティングクエスチョンユニークアンサーっていう、そう実はブランドがあって、ほうほうほう、要は本質的な課題をユニークな回答をして、まあ、届けるみたいな、まあ、そういった実は思いがあるブランドにしようというところ実は立ち上げたブランドなんです、はいはい、で当時まあもともと三洋って言いながらもやっぱり当然あの親会社は変わってるので、はい、で当然まあ、 あの中国ブランドだみたいなところに見え方はすると思うんですけども、うんうん、やっぱり我々が持ってるのは当然やってるメンバー、うん、また日本の元メンバー、うん、当然、まあ、違うところが入ってきてっていうのもあるんですけども、うん、やっぱり日本に密着したで当然あのグローバルから見ても我々のアクアチームっていうのは、うん、まあ、日本のための商品を作ってるものづくりの会社であって、うん、で当然、企画も開発もマーケティングもっていうのもやっぱり日本の、うん、まあ、専用のために作られてるものなんですよね、うん、それをジャパンというグローバルっていう実は捉え方をしてて、うん、日本のものを世界に届けるっていう実は位置づけに我々いるんですね、はい、うんうんうん、グローバルでやってるとやっぱりこう製品のそのこう、まあ、基準みたいなものもやっぱりこう、まあ、厳しくなる方向になるんですよね。今までは日本だけで作ってる時は日本基準だけでよかったんですよ、うん、そうですよね、うんうん、で結構皆さん日本基準が世界一だと思われてるかもしれないんですけど、うんうん、実はそうじゃなくて、まあ、JIS という、まあ、企画があって、あ、はいはい、それ以上にあの各メーカーが自主基準って言ってもそれ以上の企画を実は設けてやってるんですよ、はい、なので他にも、まあ、海外とか EC 企画、うん、IEC とかいうのがあって、はい、ヨーロッパの企画とか、うん、いろいろあるんですけども、うん、それはもっと日本よりも厳しいのもいっぱいあるんですよ、うんうん、で我々作ってるのは基本は日本向けの商品なんですけども、うん、基本的にはそれをベースにしつつプラットフォームは一緒なので、うん、そのプラットフォームを各国で展開するっていう可能性が高いわけなんです。なので日本だけの仕切り作ると他の国出すときにまた作り直してるんですよ、うん、それができないので、うんうん、基本的には各国でも対応できるような品質基準っていうのを実は作ったりやってるんです、うん、なのでそういった日本プラスグローバルの基準っていうのを搭載した、うん、まあ、商品ができてる。なので実は我々のアクアの商品って、うん、品質基準がすごい高いレベルを実は作ってるっていうのがあまり知られてはないんですけど、なるほど、はい、そうか。高橋さん今日の感想はどうよ。いやだからやっぱりそのチャレンジとアイデアにあふれた会社だなっていう印象ですね、うん、でなんかこういう日本のメーカーがあるっていうのがなんか家電の、うん、世界にとってもすごく大事なことだし、なんか希望が見えてきたし、なんかこれから10周年を迎えてまたなんか新しいステージに入っていくんじゃないかなという気がしてちょっと楽しみになってきましたね。ですねいや本当、いやもちろんあの僕もあのアクアが、ね、あの三洋出身というかだったの知ってたんですけど、そのグローバルの話を伺ってね、なんかこうへーっていうふうに思うことがすごく多かった。だからあの、まあ、あの日本は特にあのこう昔ながらのこう家電メーカーがものすごく強い部分があるので、アクアにはやっぱりあれね、アイデアでもうかき回してほしいね洗濯も回して、業界もかき回していただきたいと思います。これからなんかあれですか、ね、狙ってるところとかっていうかやりたいことってあるんですか。やっぱいやでもやっぱりあの愚直にちゃんとやっぱ基本をするっていうところがやっぱり重要だと思ってるんで、はい、うんうん、それこそ、ね、あの私洗濯機ってこうアクアは10周年ですけど、はい、もうその前にやっぱ60年ぐらいの歴史を実は持ってる、うん、実は知識がみんな持ってるんですね、はい、なのでやっぱりそのプラス70年近い歴史を持ったバックを持ちつつ、うん、新しいものやっぱユニークなものを作っていくっていうのが我々のやっぱり使命なんで、その日本メーカーだからどこどこメーカーだからっていうところじゃなくて、やっぱりいいものを作り続ければ、うん、多分お客さんとかは分かっていただけると思うんで、うんうん、まあ、多分それをちょっと信じて、はい、まあ、ちょっといいものを作り続けるっていうところだけかなって思ってます。なるほど、まあ、本当にありがとうございました。ありがとうございました。目から鱗。